海野監視は日本のギタリスト、作曲家、アレンジャー、音楽プロデューサーである、埼玉県朝霞市出身、埼玉県立式高等学校卒業、ロックユニットクリマックスのメンバー。1977年、ヤマハ東京支店が主催するイーストウェスト全国大会に神山明夫らとハードメープルとして最年少の17歳で出場。この大会には、 アマチュア時代のサザンオールスターズやカシオペアも出場していた。この頃のハードメイプルの活動は2018年12月に発売された浦和ロックンロールセンターの軌跡に収録されている。高校卒業後、イーストウエスト77の優秀グループリバーサイドに加入し19歳でメジャーデビュー。1980年にリバーサイドがアルファレコードからリリースした。 セカンドアルバム、ワンダーランドからギターバックボーカルとして参加した。ちなみにリバーサイドの火より眩しく、風より激しくは、フィファワールドユースサッカーのテーマソングであるが、この大会には、朝霞市立朝霞第二中学校時代の同期生のサッカー選手、高橋忠洋が出場した。都市太郎リバーサイド解散後、近藤正彦の第二期専属バックバンド、 ダブルスのギタリストとして活動。ダブルス解散後は、少年隊の専属バックバンド、ボーイズのバンドリーダーとして、サポート活動を行う。その後、尾崎豊の豊尾崎&、ハートオブクラクションとして、ツリーズライニング、A ストリートツアー、広島平和コンサート、アライブ広島87、ビートチャイルドに参加。アルバム、街路樹のレコーディングにも参加している。 1989年、市川真一、上島隆とヌードを結成。1990年、ファンハウスからデビュー。アルバム2枚、シングル2枚をリリースし、1992年まで活動した。その他、アーティストのサポート、数々のセッション、スタジオワーク、作曲、アレンジ、プロデュースを行う。2017年から、ボーカルの大橋拓也とユニットを組み、 サポートメンバーに、三河田鍋に、ギターが、貝野監視君に代わり、メンバーが4人になりましたと言及している。都市太郎オフィシャルホームページ朝霞第二中学校1975年、卒業、バラカで活動中。ありがとうございます。